ごめんなさい。ごめんなさい。私にとっては FB しかいなくて、私にとっての居場所守るためなら殺す。恨まれて当然。ごめん。許すよ。気がつけばとっさにそう答えていた。許す。それはきっと幻想の言葉。俺が萌香のことを許したって、苗は萌香や俺を恨み続けるだろう。だから俺は少なくともこの場でだけはお前を許す。もう息をしていなかった。岡部、Dメールを送るべきだと思う。もう準備はできてる。あ。萌香が死んでも FB が死んでも、真由里の死は避けられない。世界がそう望んだから。なあクリスティーナ、 D メールを送って、ダイバージェンスが変わったら萌香はそこで生きていると思うか、それとも死んだままだと思うか。あんたが言っていたアトラクタフィールド理論で考えるなら、ダイバージェンスが 1% 以上なら生きている確率は高くなる。ごめん、こんな思いやりもクソもない言い方しかできなくて。いや、いいんだ。はい、ここで FB の携帯からメールを送らないにすると、マユリエンドが見れるみたいなんで、そうしてみよう。送らない、R2。因果の恐ろしさと不可思議さを痛感していた。俺も謝らなければならない。因果律を歪ませてしまった責任は俺にあるのだから。天の寺内の因果律を歪ませてしまったのも俺なのだろうか。あの痛い系な少女の人生を狂わせてしまった。このまま彼女のことを放っておいてもいいのか。確かにここで D メールを送れば、この世界線はなかったことになる。マユリのことだけを考えていればいいんだ。これ以上余計な問題を抱えることはないんだ。本当にそれで。迷いが意志とは異なる動きを俺の指にさせているのか。今やるべきこと、それはただ一つなのに。俺は FB の携帯をポケットにしまった。見なかったことにはできない。
あの子が殺人犯になった責任の一端は俺にもある。それに15年後に殺すという言葉の意味も知っておきたい。タイムリープする。ラボに戻ろう。クリスがかすかにため息をついたが、俺は聞こえないふりをした。というか敵って。はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートエリートやっていくよ。はい、今回はマユリエンドを皆さんにお届けしたいと思います。はい、マユリエンドの条件はですね、チャプター4のクリスのメール、じっと手を見るに返信しないという条件をクリアした後に、まあ、この FB の今のね FB の携帯からメールを送らないという条件でマユリエンドにつながるらしいんでね、まあ、この先やっていきたいと思います。今ですね、ちょうど FB の携帯からメールを送らなかったことで今 この場面になっているということですね。はい、それじゃあやっていこう。彼女は敵じゃないの？今は朝の7時前だな。は？そうだけど、何よいきなり。ラボの開発室から2時間前へとタイムリープしたら駅前にいた。このあと天王寺の家に3人で向かうことになる。そして俺は知っている。これから訪れる萌香の死も店長の死も避けることはできないと。俺にはどうすることもできないし、助ける義理だってない。それよりも問題は苗だ。店長の家の前に到着したのはタイムリープ前と同じ時間だった。俺は前回と同じ会話、同じ行動をトレースする。そしてその時を待つ。やがて、天王寺が自らの頭を打った。その突然の行動に萌香もクリスも絶句している。だが俺にとってはすでに一度見た光景だ。天王寺には悪いが何とも思わない。思ってはいけない。俺はとっさに周囲を見回した。いた。苗が物陰から俺たちの様子をうかがっていた。しかも尋常じゃないほどの憎悪に満ちた目で。目が合うなり苗はきびすを返して逃げ出した。待て！呼び止めたのに苗は足を止めず逃げていく。俺は萌香にこの場から動かないように告げた。クリスには天王寺の携帯を探すように伝え、その上で苗の後を追った。相手は子供だ。みるみるうちに距離が縮まる。苗は俺の方をちらちらと振り返っては、はがみしたままなおも無言で走り続け、フェンスで仕切られた隣の工事現場に逃げ込んだ。止まれ！
すると意外にもナエは走るスピードを落とし、やがてゆっくりと足を止めて息を吐いた。かなり呼吸を荒げているところを見ると体力の限界だったか。お前は本当に天王寺ナエか。お前はこれから桐生萌香を殺すつもりなんだろう。そうよ、父親の復讐か。お前と桐生萌香は父さんを殺した。店長は自殺したんだ。自分で頭を打ち抜いた。それに俺たちが行かなくてもあの男は自殺していただろう。逆恨みだ。そんなの知ったことじゃない。知ったことじゃないって。父さんが死んだ時桐生萌香はその場にいた。でも父さんが死ぬのを止めなかった。だから許さない。お前もだ、岡部凛太郎。お前に関わらなければ父さんは死ななくて済んだ。つまり俺が IBN5100 を見つけさえしなければよかったということか。それこそ逆恨みもいいところだった。だがお前はすぐには殺さない。殺せないからな。お前を殺すのは15年後。それまでせいぜい怯え続けるんだ。お前は誰なんだ。こいつは天王寺ないじゃない。え、15年後に殺すってどういう意味なんだ。そのままの意味だよ。そうだよ、お前は15年後に私が殺した。殺した？なぜ未来の話なのに過去形なんだ。こいつ誰だ。こいつまさかタイムリープ。誰かが使った形跡あるってなんか言ってたような気がする。その時か。なぜ、でもなぜナエが。いきなりナエは包丁をひらめかせた。完全に不意をつかれた俺はそれを避けることもできず尻餅をついた。一瞬パニックになりかけたが、なんとか自分自身に大丈夫だと言い聞かせた。大丈夫、俺はここでは死なない。世界がそれを承認していない。ない自身がさっき言った通りだ。このガキは俺のことを殺さないじゃない、殺せないんだ。殺そうとしても無駄なんだ。教えてあげよっか。なんかレジスタンスの創始者とか言ってセルンに歯向かってたみたいだけど、私が拉致して監禁してやって考えつく限りのありとあらゆる拷問を加えてやったよ。お前は痛みに泣きわめきクソとションベンを撒き散らしながら私に命乞いをした。実に醜かったよ岡部凛太郎。しょうがないから最後に私自身の手で喉をかき切ってやった後、気が済むまでメット刺しにしたのよ。一体何回刺したか私でもわからないぐらいにね。それが15年後のお前が迎える最後だ。父さんを殺したお前を待っている運命だ。
切られた腕だけでなく全身の神経が焼け焦げるのではないか。そんな痛みに貫かれたまらず声を上げてしまう。苗の手を振り払う余裕などなかった。セルンはお前の作ったタイムリープマシンを一切手をつけずに保管したままだったんだ。私はそれに目をつけたの。15年後、ラウンダーになった私はお前を殺してからそれを使ってここまで戻ってきた。一度にたった48時間しか遡れない欠陥品だから随分苦労したけど。15年を遡るために48時間ずつタイムリープした場合、その回数は単純計算で2738回だ。他にもいろいろあったせいで実際の回数はきっと倍以上だけどな。自分が何回タイムリープしたかなんてとっくに忘れたよ。え、こいつ誰？やはりそうか。この世界線に来て萌香が自殺したと知った後、ラボに戻ってきたら何者かがタイムリープマシンを使った痕跡があった。あれはつまりここにいる苗の最後の跳躍だったのだ。私はこの復讐のためだけに生きてきた。誰にも邪魔はさせない。絶対に桐生萌香も殺してやる。この手でだ。ズブッとだ。自殺なんてさせるもんか。そんな生ぬるい死に方で逃がしたりはしない。15年もの歳月を遡ってきたのかよ。こいつは復讐に取り憑かれてしまっている。たったそれだけだと？お前たちにとってはたったそれだけかもしれないが、私にとってはお前と桐生萌香を殺すことだけが全てなんだよ。それで萌香を殺してその後はどうするつもりだ？その後遡ってきた15年をもう一度やり直すのか？そんなものに何の価値がある？価値なんてないんだ。お前は今は何もしなくていい。ただ怯え後悔し続けろ、岡部凛太郎。15年後に私が迎えに行く時まで。あの子も因果の輪を外れたもの。そして何千回ものタイムリープを繰り返して復讐を果たした後に、あの子は二度目の15年をどうやって生きていくんだろう。もう一度俺を殺すんだろうか。そんなのはあまりに悲しいことじゃないか。時間を遡るっていう行為は悲劇しか生まれないかもしれない。携帯は持ってきたけど、説明してよ。その傷はどうしたの？救急車呼んだ方がいい？落ち着け。今から D メールを送る。あ、そうか。世界線が変わればこの傷もなくなるのかな。俺の傷なんてどうでもいい。それより世界線を変えることで FB 店長の死も
ナエの復讐に取り憑かれた心も、これから起きるであろうモエカの死もなかったことになる。俺は思うんだ。やっぱり店長はモエカを助けたかったんだよ。それは俺に都合のいい考えでしかない。ただベータ世界線ではそうなるといいな。あいつらは敵だった。マユリを殺した憎むべき連中だった。でもある意味で店長も萌香も、そして苗も、俺が因果をむちゃくちゃにしたことによる被害者なのかもしれないから、せめて俺が目指しているベータ世界線では彼らが真っ当な人生を歩めるように望む。そのためにも俺はこの D メールを送らなくちゃいけない。悪いな、ナエ。D メールを送ることでこの世界線はなかったことになり、お前の復讐は果たされない。世界がぼやけ、色を失い、ぐるぐると歪み展開する。俺は真っ先に萌香のアパートへ向かった。岡部君、ここどうやって調べ。少し時間を潰させてもらうぞ。目の前にいる萌香がメールを送ってきた。こいつとこうしてメールをやり取りするのも久しぶりな感じがする。必要ないとは？FB からストップが。FB も生きているわけだ。ただそれ以上に萌香の言っていることの意味が気になった。 FB は IBN5100 の回収というラウンダーとしての任務にストップをかけている。任務達成はすなわち処分確定。扱いとしては犬っつーより家畜だな。あの男の最後の言葉が脳裏で再生される。処分されないためにストップをかけているんだろうか。もしそれが事実なら、やはりあの男は萌香を助けようとしているのかもしれない。ただ怯え、後悔し続けろ、岡部凛太郎。15年後に私が迎えに行く時まで。ゾアクに満ちた痛いけな声が耳の奥にこびりついて離れない。あの世界線において俺はあんな幼い子を復讐に燃える殺人鬼にしてしまった。俺はお前に対して怯えない、後悔もしない。あの世界線はすでになかったことにしたんだから。お前の復讐に取り憑かれた心は消えたはずなんだから。萌香が死なないこと、すなわち世界線の移動を確認した今、予想通りなら IBN5100 はすでに俺の手元に戻ってきているはず。だからこれ以上のこの世界線にとどまっている必要もないな。
ラボに戻ってくると、まずブラウン管工房の中を店先から覗き込んでみた。ガラス越しに42型ブラウン管テレビがついているのが見える。 FB はやはり生きていて、それは同時に彼の娘であるナエの憎悪も消えたことを意味していた。マユリからメール。あった。やはり間違いなかった。長かった戦いもこれでやっと終わる。出る、スーパーハカ、スーパーハカ、カモン。橋田ならいないわよ。小見間に行くって言ってたじゃない。ということは今日は日暮れまでラボには来ないということか。さすがに待っていられない。というわけでタイムリープしてダルがいるタイミングへと戻ることにした。ダル、クリスティーナ、これよりオペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。ダル、 IBN5100 だ。だから。だからではない、 IBN5100 があるのだよ。そりゃあるっしょ、オカリンが持ってきたんじゃん。そう、俺が持ってきた、柳林神社からな。オカリン、今日はやけにテンション高くね。ダル、一つ聞くが、IBN5100 の使い方について勉強はしたか。あ、まあ一応。コミマ前のクソ忙しい時期に僕って偉すぎじゃね。イギリスだったらナイトの称号もらえるレベル。ならば今日からお前のことをサースーパーハカーと呼ぼう。だが断る。くだらない会話は自重しろ、頭が痛くなる。ダルが使い方を習得しているのならば、今すぐにでもセルンへのハッキングを仕掛けられるではないか。全ラボ面につける。マユリはいないが、むしろその方が好都合だ。長き戦いにいよいよ決着をつける時が来た。すなわちラグナロックが開始されるのだ。本作戦の概要はすなわちセルン本部の最深部に隠された極秘データを IBN5100 によるクラッキングで破壊することである。エシロンなる卑劣な電子機器により、奴らは我らの極秘情報をかすめ取った。甘つさえ、それをもとに我らを特定し、我らが開発した人類の夢タイムマシンの強奪をも目論んだ。研究機関でありながら、その裏で時空の支配者の座を望み、非道なるゼリーマン実験を行う奴らに今こそ正義の鉄槌を下そうではないか。そして真の時空の支配者がどちらなのか、奴らの目にしかと刻みつけてやれ。戦いが終わったとき、世界を陰で牛耳る支配構造はついに崩壊し再構成されるだろう。そう、我らが望んだ混沌が
ついに訪れるのだ。まあうるさい。一体何なの？オカリンの心の闇は誰にもわからんでござる。そもそも設定じゃ岡部は狂気のマッドサイエンティストじゃなかった？なのになんで正義の鉄槌とか言っちゃってるんだ。ついカッとなってやったんじゃね。今は反省してるかも。お前たちごちゃごちゃ言っていないで準備しろ。準備って何ぞ？だから今言っただろ、セルンへのクラッキングだ。クラッキングは良くないと思う。なんという優等生的発言。お前は委員長か。捕まりたいの？そういう問題ではない。俺はこのターニングポイントへ到達するためにこれまで戦ってきた。今こそアルファ世界線を離脱しマユリを救う。邪魔をするというなら誰だろうと許さん。絶対にだ。岡部、必死すぎ。客観的な視点で見ればタイムリープマシンが完成してからまだ1時間半しか経っていない。だが俺の主観的時間ではすでに何日もの時間を過ごしてきたのだ。頼む、俺の願いを聞いてくれ。でないとマユリはまた死ぬ。そして世界は26年後セルンに支配されたデストピアと化す。スズハの時を超えた努力も水の泡になってしまうのだ。別にあんたのためにクラッキングするんじゃないんだからね。これはひどい。実に頼りになる。さあスーパーハカーツンデレである。つまり全ての元凶は俺が最初にダルに当てておく。それがセルンのエシロンに捕らえられてしまったせいでラウンダーに目をつけられた。結果マユリは殺され、俺たち3人はセルンに拉致され、タイムリープマシンは強奪される。どれだけ回避しようとしてもダメだった。世界はアトラクタフィールド理論により同じ結末へと収束してしまう。それもし全部妄想だったらオカリンはラノベ作家になれると思うを。事実だ、全てな。マユリの死を避けるためには、そしてスズハのいた未来をセルンから解放するためには、アルファ世界線から脱出するしかない。これまでに歪ませた事象を全て取り消すことでそれは可能になると俺は考えている。つまり目指すべきは俺がダルに最初の D メールを送る前のベータ世界線。そこへ到達するためエシロンに捕らえられた最初のメールデータをセルンのデータベースから削除しなくてはならないのだ。今ここでセルンのコンピューター内にある俺のメールデータを削除してしまえばその数値はきっと達成されるはず。面白いわね。マキセ氏は信じるん？
仮説としてはね。できれば客観的データが欲しいところだけど、それはさすがに無理だし。安心しろ、お前が改良を施したタイムリープマシンの出来はガチだった。当然でしょ。否定しないところが実にクリスらしい。それに IBN5100 でのハッキングはもともと予定してたことだし、とにかくアクセスしてみて、もしそこにメールデータが存在していたなら、岡部の言葉は事実だと証明される。要するに考えるな、感じるんだということですね。わかります。いや、逆にわかんないけど。考えるよりやってみろということだ。つなぎ終わったお。ちょっと設定いじらないとダメだけど、10分しないうちに始められる。よし。それにしても元凶となった最初のメールね。それってあれでしょ、私が死んでたとかなんとか。そうだ、ラジカンでお前が殺されているのを目撃した俺はダルにそれを伝えるメールを送った。ダルはたまたま電話レンジカッコ仮の実験中で放電現象が起きて。なぜか言葉に詰まってしまった。今話していて何かとても重大なことを見落としている気がした。すべての元凶は俺が最初にダルに宛てて送ったメール。つまり目指すべきは俺がダルに最初の D メールを送る前の世界線。何よ。そう、重大な事実を俺は見落としていた。俺がマユリを助けるために目指していた世界線、スズハが未来を変えるべく望んだ世界線、その世界線ではマユリは死なない。その世界線ではセルンによるディストピアは作られない。そしてその世界線ではマキセ・クリスが死ぬ。間違いないと信じていたこと、それさえ達成すれば全てが解決するという確信、唯一絶対の回答、その方程式がガラガラと崩れていく。代わりに提示されたのは、クリスを見捨てるか、マユリを見捨てるか、そんな究極の選択。一人になりたくてここに来た。一昨日 IBN5100 によるクラッキング作戦はあのあと即刻中止とした。まあここも見たところですね、まあ天王寺苗と岡部のまあやりとりは新鮮であったんですが、まあマユリエンドと言えるのかこれ。まあこのあと最終的にマユリエンドとしてまた違ってくるのか、ここはとりあえず見たところですよね。うん、まあ、まあこういうところは、まあ見たところは、ちょっとスルーしたいなという、思われる方は、まあ最後の方だけちょっと
見てやってくれればありがたいですね。まあ一応、まあその時点でまあ変わったところからまあ見たところであろうとも僕は最後までねちょっと実況していきたいと思いますけどね。まあ部分的にアップするよりも話がまあよりわかると思うんで、はいはい、それではね今回はここまでにしときます。ではまた次回この続き、マユリエンドどういう風になるか分かりませんがやっていきましょう。それではまた次回お会いしましょう。またね。